皆さん、こんにちは。勝手にしやがれ、TOKIO など数々のヒット曲で親しまれてきたジュリーこと沢田研二さん、言わずと知れた日本芸能界のスーパースターです。そんな沢田さんは1975年にザ・ピーナッツの姉伊藤恵美さんとご結婚され、二人の間には一人のお子さんがいらっしゃいます。今回はお二人の馴れ初めやお子さんについて、また沢田さんの現在の様子について調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。グループサウンズのバンドザ・タイガースでボーカルとしてデビューした歌手沢田研二さん、ザ・タイガース時代からジュリーという愛称で呼ばれ、多くのファンを魅了してきました。ザ・タイガース解散後、1971年からはソロ活動を始め、危険な二人、追憶、時の過ぎゆくままに、TOKIO など数々のヒット曲を出しました。1975年、ソロ活動を始めて4年目の人気絶頂期に、沢田さんは双子女性デュオザ・ピーナッツの姉伊藤恵美さんと結婚しました。日本でテレビ放送が定着し始めた時期にお茶の間の顔を務めたザ・ピーナッツ、1970年から1971年に出した東京の人など4枚のレコードで、当時20歳のジュリーが作曲を担当しました。ザ・ピーナッツもジュリーも同じ渡辺プロダクションの所属。この頃からジュリーと伊藤恵美さんは交際を始めたようです。恵美さんは7歳年上で、この時すでに芸能界で10年のキャリアがあり、タレントとしてはジュリーより格上の存在でした。そんな2人の間には沢田和人さんという一人息子がいます。沢田研二さんの本名は沢田という漢字のため、息子さんの名前も沢田和人となっています。また伊藤恵美さんの意向で沢田研二さんの元から離れた後も沢田という名字を名乗らせていたそうです。沢田和人さんの母親にあたる伊藤恵美さんは1961年から2013年まで世田谷の大豪邸に住んでおり、1975年6月に沢田研二さんと結婚した後も家族で豪邸に住んでいたようなので、沢田和人さんは東京世田谷区で生まれ育ったことになります。名前の通り一人息子を授かった沢田研二さんと伊藤恵美さんですが、和人さんが8歳を迎えた1987年1月に離婚しています。きっかけは沢田研二さんと女優田中裕子さんの不倫でした。お二人は1982年に映画「男はつらいよ風も嵐も虎次郎」での共演をきっかけに仲を深めていったといいます。お二人の仲良さそうにしている様子は撮影現場のスタッフも感じていたそうです。その後は田中裕子さんが住むマンションに沢田研二さんが通う様子も目撃されるようになり、1983年にお二人の不倫が発覚しました。芸能界を引退した伊藤恵美さんですが、夫が仕事場で知り合った女優さんと不倫しているのを知った時にはそれはショックだったでしょう。すぐに離婚へは至らなかったものの、3年後の1986年8月には沢田研二さんが豪邸を出て別居状態になり、1987年1月に離婚が成立しました。離婚に際して沢田研二さんは慰謝料を払いますが、息子和人さんの養育費に加えて所有していた別荘なども渡しており、金額にして18億8000万円を伊藤恵美さんに支払ったそうです。沢田研二さんが多くの財産を投げ打ってでも田中裕子さんとつながりたかったのか、妻と息子に謝罪する気持ちから代償として多額の財産を渡したのかは今となっては知りようがないですね。両親が離婚した後、和人さんは伊藤恵美さん、由美さんと共に豪邸で3人暮らしをしていたといいます。そして2012年6月15日、
和人さんが33歳の年に、伊藤恵美さんが癌で亡くなられ、その後は由美さんとの二人暮らしとなります。恵美さんが亡くなった後も、由美さんは世田谷の豪邸で和人さんと一緒に住み続ける計画をしていたそうですが、2013年の春頃、和人さんが独り立ちしたことをきっかけに、由美さんも豪邸を土地ごと売却し、秋頃には豪邸が取り壊されて更地になりました。和人さんは母である恵美さんが倒れたのをきっかけに、自分の力で生きたいと思うようになったことから独り立ちを望んだといいます。この頃には音楽関係の仕事についていたようですので、親離れできる準備はできていたんでしょう。これまで恵美さんとずっと過ごしてきた由美さんにとっては、70歳で初めての一人暮らしになります。近所の人にも寂しすぎますねとつぶやき、ショックな様子だったそうです。豪邸を後にした二人は別々の家で暮らし始めますが、由美さんが引っ越した場所は和人さんの家から車で10分ほどの場所だったそうで、和人さんの家に行ってはクリーニングを出したり掃除をしたりと、身の回りの世話をすることで会う機会を作っていたといいます。やはり一人暮らしに寂しさを感じていたようですね。そんな由美さんも恵美さんの後を追うように2016年、75歳で亡くなられました。和人さんが現在どこに住んでいるのか、具体的な場所がわかる情報はネット上に出ていません。しかし由美さんと家が近かったことや、音楽関係の仕事で現場に向かいやすい場所であることを考えると、今でも都内に住んでいる可能性が高いでしょう。2013年1月のザ・タイガースのコンサートで、沢田研二さんは25年ぶりに息子沢田和人さんと再会を果たしました。沢田研二さんは1987年に伊藤恵美さんと離婚してから一度も沢田和人さんに会っておらず、成人した姿を一度も見たことがありませんでした。そのため和人さんが大人になって楽屋まで会いに来てくれたことを涙ながらに喜んだといいます。沢田和人さんはこれまでも周りの人に、親父はすごいんだと自慢げに語っていたそうです。伊藤恵美さんと由美さんの下で暮らしながらも、父を尊敬する気持ちは忘れていなかったようです。そして沢田和人さんは沢田研二さんへ会いに行った際に、生前の伊藤恵美さんが沢田研二さんへ向けて書いた手紙を私に言ったそうです。伊藤恵美さんは2012年5月頃に癌が判明しましたが、すでにかなり進行していたようです。先が長くないことを悟った伊藤恵美さんが真っ先に思い起こしたのは、今も歌手として活躍する元夫沢田研二さんのことでした。沢田研二さんへ向けた手紙を残して旅立ったのですね。沢田研二さんからすれば、成人した息子に会って恵美さんからの手紙を受け取り、忘れられない日になったことでしょう。息子さんとどのような会話をしたのかも気になるところですが、音楽関係の仕事についている息子さんとの会話ですから、音楽業界のこれからについてなど仕事の話も話題に上がったかもしれませんね。そしてそんな沢田さんは、かつての不倫相手である田中裕子さんと1989年にご結婚されており、二人の間に子供はいないものの、二人きりで現在も夫婦仲睦まじく暮らしていると近所でも評判のようです。また沢田さんは現在も現役で歌手として活動しています。2018年には埼玉スーパーアリーナで行われるはずだったライブを開場後にキャンセルしたことで炎上騒ぎになったこともありましたが、今年1月12日から31日にかけて開催された正月ライブ「行進静かなる岩」ではチケットは即完売し、入手困難になるなど沢田さんの人気が衰えていないことを示し、会場は連日大盛り上がりとなりました。また昨年は埼玉スーパーアリーナを超満員にして、18年のドタキャン騒動のリベンジを果たしただけでなく、
昨今の昭和歌謡ブームの影響もあって、沢田さんに熱い視線が注がれています。年明け1月4日に放送された沢田研二華麗なる世界永久保存必至ヒット曲大全集では、輝く日本レコード大賞、ザ・ベスト10などの過去に放送された番組から、勝手に仕上がれ、サムライ、ダーリングなど全盛期の秘蔵映像が紹介され、往年のファンを喜ばせました。そして今年4月5日のラインキューブ渋谷公演を皮切りに、全20公演となる待望の全国ツアーも開催中です。若者も注目しだしたことで、ジュリー熱はますます上昇しているようです。75歳となった今でも活躍を続ける沢田さんのこれからを楽しみにしています。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。